今、兵庫県西宮市で弁当買ってきました。配給です。こんな感じの弁当買ってきました。ご飯もちょっと少なめにしてもらいました。だいぶ多かったんで。久しぶりに弁当いただきたいと思います。こんな感じです。いただきます。これ高野豆腐かな、なんだろう。いただきます。揚げ物が入ってない弁当を選びました。600円です。久しぶりにパスタ食べた。久しぶりだと、美味しいけどちょっと辛くしょっぱく感じます。じゃあこれ豚肉かな。多分これがどれかというと関西風の味かもしれないし、関東人はどっちかというとこういうもの好きなんで、そういう楽しみです。なんか分かった。俺は肉を炒めるときは砂糖使わないんだけど、これ砂糖も一緒に入れて味付けしてるなっていうのは、なるほど。まあこれこれで美味しいです、やっぱり、ちょっとスパイシーな、タンドリーチキンのような感じのスパイスをまぶして漬け込んで焼いたって感じです。すごい美味しい。ということで今日もダルマ納豆味で美味しいです。ご飯、お、こんなもんだけど、あ、おー、大盛りにされてこんなもんにどうですかって言われたから、いや食べれないなきゃ、もっと盛りますかって言われたから、逆に食べれないから減らしてくれって言って減らしてもらいました。ただ弁当具体的に食べて思ったことは、やっぱ関東と関西の
手作り弁当。チェーン店は別に手作り弁当のやっぱ味付けが、関東とまた、全然違うなというのは感じました。ただのは薄いけど、濃いものは濃いです。なんと極端に関西だから。関東だから濃いとかっていうわけでもないような感じです。まあいろいろとまたこっちの味が違うのが分かるんで、それはそれで面白いです。納豆タイム。早くセットして関東に走り出したいです。終わって10分ぐらい休んで呼ばれねえかって、いつに呼ばれたらいいのか。今12時35分Yeah. おはようございます。ソルさんおはようございます。2023年の7月の14日、金曜日、本日休みなんでソルの散歩してます。8時半過ぎぐらいかな、今日10時からソル、トリミングとシャンプー、ちょっといいコースを9000ぐらいのコース予約してるんで、14日今10時、ソルを連れて、マファレに来ました。